すみません、失礼します。特務支援課の者ですが。入りたまえ。ようやく来たようだな。予想していた時刻より約2分オーバーだが、まあ優秀と言ってよさそうだな。なんだかおっかなそうだな。美人には違いないが。まあとりあえずこっちに来てくれ。この距離では話がしにくいのでな。そうですね。あなたがセイランド教授ですね。グノーシスの成分の分析結果が出たとのことでしたが。悪いが、その前に頼みたいことがあるのだ。君たちにはまずそちらを先に片付けてもらいたいのだが。依頼に出されていた件だね。グノーシスの分析結果を渡してもらってからではダメなのかな。今回の分析結果にも関わるから先に片付けておきたいのだ。というのも、グノーシスの被害に遭った患者たちに関係あることでな。なるほど、そうでしたか。わかりました。先にそちらを渡らせていただきます。依頼内容をお聞かせ願えますか。うん。君たちに頼みたいのは問診票の回収だ。例の教団事件の後、病院はグノーシス被害者のアフターケアに力を注いだ。ほとんどの患者の処置は一通り終わったのだが、最後に書いてもらった問診票を何名かの患者が提出していなくてな。なるほど。確かに分析結果にも関わりそうですね。うん、迅速にお願いしたい。問診票が返ってきてない患者たちは3名だ。まずクロスベル市旧市街に住む少年 D の、次に劇団アルカンシェルのアーティストニコル、そしてクロスベル警備隊ベルガード門勤務の隊員クレス。以上の患者に事情を話し、問診票を回収してきてほしい。なるほど、知った名前ばかりみたいだな。旧市街とアルカンシェルの2人は街で探せばすぐ見つかるだろう。クレス先輩も多分ベルガード門の食堂で飯でも食ってるところだろうし。ああ、早速行ってみるとしよう。ではよろしく頼んだぞ。回収が終わったらもう一度ここに報告に来てくれたまえ。その時グノーシスの分析結果について改めて話をさせてもらうとしよう。あ、お前ら一体何の用だよ。それにそこにいるのはマジ？くっ、あっち行け、この野郎。やれやれ、どうにも嫌われているね。気持ちはわかるけど、ちょっと話をさせてくれ。ロイドは교수의의로문진표를회수하고있는사정을설명했다。問診票？てあ、ウルスラ病院に通ってた頃に渡されたあれか。なんだ、忘れてたわけじゃないのか。はん、薬の影響なんかもう全然残ってないんだ。それなのにわざわざ病院に行くなんてかったるいしな。ディーノ君、自己判断は良くないわ。万が一にも症状が残ってたらバイパーのみんなにも迷惑をかけてしまうかもしれないし。確かにそうだけど。ああ、もう分かったよ。ちょっとそこで待っててくれ。どっかにしまってたから急いで書いて持ってくる。ふう、なんとか回収できそうですね。ああ、少し待ってるとするか。ほら、これでいいんだろ。문진표를받았다。ああ、確かに受け取ったよ。ありがとう、ディーノ君。ほん、俺を言われる筋合いなんかないだろ。ほら、さっさとワジを連れてどっかに行っちまえ。分かったから。邪魔したね。おや、君たちは。こんにちは、ニコルさん。ちょっとお尋ねしたいんですが。
로이드는 교수의 의뢰로 문진표를 회수하고 있는 사정을 설명했다. 아, 아노 문신표가 최근 연습이 재밌어서 갖고 가는 걸 습관이 잊어버렸다요. 조금 기다려 그래. 갖고 올 거라서. 하이, 이거는 ことだろう? 하이, 確かに. その様子だと 薬の影響もほとんど残ってないみたいですね。 ああ、 ちゃんと治療してもらったしね。 今思えば、 なんであんな薬なんかに手を出しちゃったんだろう。 確かにあの時は自分の才能のなさに腐ってたりしたけどさ。 そういう心の隙間に狡猾につけ込んでくるのが薬ってやつさ。 ま、それが自覚できたってことは もう何も心配はなさそうだな。 ああ、 これからは アルカンシェルのために一層精進していくつもりさ。舞台楽しみにしてますね。いや、クレス先輩。ランディ、リハビリ訓練は終わったってのに何しに来たんだ。実は、キュースレル文人ピルフェス催眠問診票。ああ、すっかり忘れてたぜ。ちょっと待ってくれ。 確かここに。ほい、これだろ。ちょんちょんぱりじゅね。はい、確かに。いやー、悪いね、わざわざ取りに来てもらっちゃってさ。最近幸せすぎてすっかり忘れちゃっててな。ニェンタルンヤクタウイヌガツンデ。幸せって？そう、つまり俺とステラちゃんのラブラブな。よし、ロイド、そろそろ行くとするか。ま、 目的も済んだことだしね。だな、長くなりそうだし。おい、こら、聞いてくれないのかよ。すみません。これで全ての問診票を回収し終わったな。早速セイランド教授に届けに行くとしよう。戻ってきたか。予想時刻より約5分オーバーだが まあ、9大点だな。いや、やっぱりおっかね。問診票の回収が終わりました。こちらです。問診票를 세일랜드 교수에게 건넸다. 何か問題がありましたか? いや、逆だ。問診票を見た限りでは 後遺症などもないようだ。 これでひとまず グノーシス服用者全員の治療が完了したことになる。 ご苦労だったな。 そうですか。 よかったですね。 なかなか手間だったけど お役に立てて光栄だね。 では早速だが グノーシスの分析結果を君たちに報告しよう。 少々付き合ってもらおうか。 あ、はい。 お願いします。 グノーシスを徹底的に分析した結果、まず第一に、グノーシスには脳のリミッターを強制的に外す効果があることが分かった。脳のリミッター？というと、そもそも人間というものは本来持っている身体能力の半分も使えないとされている。体への負担を減らすため、脳が引き出せる能力に無意識の制限をかけるからだ。このリミッターを 意図的に解除することがもし可能なら、理論上その個人が持つ限界までの能力を発揮できるようになるはずだ。つまりグノーシスとは単に筋力を強化する薬ではなく、普段は使われていない潜在能力を強引に引き出す薬というわけだね。その通り。無論無意識にかかっていたリミッターを外せば体への負担は相当なものだがな。 確かに、教団事件の後、警備隊の奴らは相当疲弊してたみたいだからな。しばらくは指一本動かすのもきつい有様だったようだし、ま、みっちりリハビリ訓練をやったおかげで、ようやく勘を取り戻せたみてえだが。はい、そうみたいですね。勘といえば、高まった月と勘を頼りにギャンブルで連勝していた人もいましたね。それと同時に、
性格や言動が豹変したようでしたが、それらもグノーシスが脳のリミッターを外しているからで説明がつくのでしょうか。うん、そう考えていい。この薬には五感の働きを飛躍的に高める作用も確認されているからな。副作用として神経質になり情緒不安定な状態になることも分かっている。それが凶暴な性格への変化につながるのだろう。なるほど。確かに一通り説明がつきそうですね。だがあくまで性科学的に説明できるのはここまでだ。え、いくつかの効能については非科学的としか言いようがない。具体的には先ほども話に出た月を呼び込むという効能、そして君たちも何度か目撃したというデモナイズという肉体変異現象だ。確かに。そいつがあったか。魔人化を引き起こすのは赤いタイプのグノーシス。やはり青いタイプのものとは異なる成分だったわけですか。それなんだが、実は青いタイプのグノーシスも赤いタイプのグノーシスも成分的には何ら変わりはない。少なくとも生化学的にはな。そうなんですか。ああ、あの色の違いは生成時の処理の差によるものだ。主成分に何ら違いはないし分子構造もほぼ一致しているにもかかわらず、赤いタイプは肉体変異などという説明不可能な現象を引き起こしている。正直魔人化というのが君たちが恐怖のあまり見た幻覚と考えるのが一番しっくりくるくらいだ。いや、そいつはさすがに。アーネスト秘書の魔人化は私も目撃していますし。分かっている。だからここまでが限界なんだ。グノーシスという薬物の正体を生化学という分野からのみで解き明かすというアプローチではな。なるほど。最先端の近代医療の担い手にしては随分殊勝な意見だね。近代医療は万能ではないさ。こと心と魂の問題についてはな。そしてグノーシスはおそらくそれらと肉体を共鳴させるような何らかの働きを秘めているんだろう。多分ヨアヒムもグノーシスの全貌はつかめていなかったに違いあるまい。教団に伝わっていた秘技をもとに試行錯誤しながら完成させ量産化に成功しただけのはずだ。確かにそのようなことを本人も認めていたような。ああ、各地で行われた儀式のデータをもとに試行錯誤しながら完成させたと言っていた。ふん、やはりそうか。奴は有能で熱意もあったが天才というほどずば抜けた発想の持ち主ではなかった。それが悪い方に出てしまったか。ひょっとしてあのヨアヒムと個人的な知り合いだったりするんすか。ああ、奴がレミフェリアの医科大学で学んでいた頃の同輩さ。卒業してからは会っていなかったが、たまに最新の研究成果などについて手紙でやり取りはしていた。だがまさかこのような形で医の技術を悪用し自らの身まで滅ぼすことになるとは。教授、お察しします。いや、せんないことを言った。いずれにせよ私から報告できるのはここまでだ。グノーシスの真相に迫るには別のアプローチが必要になるだろう。これは完全に私の勘だが、グノーシスの原料であるというプレロマスをなる植物の特質が鍵になるのではないかと思う。プレロマソ。教団のデータベースに記されていた名前ですね。しかし結局どんな植物でどこから手に入れていたのかも分かってねえんだよな。ああ、私も知り合いの植物学者などに当たってみたが該当するものは見つからなかった。教団にのみ伝わっていた新種か、それとも。いずれにせよ薬の効能を考えるとその植物もありえない性質を持っているのではないかと推測できる。
ありえない性質ですか？なんだかオカルティックで面白くなってきたじゃないか。セイランド教授、どうもありがとうございました。おかげで今まで漠然としていたことがある程度整理できた気がします。そうか、ならばよかった。グノーシスの成分調査についてはこちらでは一旦打ち切るが、また何か分かったことがあれば遠慮なく尋ねてくるがいい。あくまで医者の立場からでよければ意見くらいは言わせてもらおう。なんかいろいろ分かったような謎が増えたような気分だぜ。なんだか歯がゆいですね。ええ、ヨアヒム先生が亡くなった今、あまりに手がかりが少なすぎる。せめて教団のデータベースの解析が進めば何か分かるかもしれないけど。ま、そのあたりは今後の課題ってやつかな。ああ、俺たちの方でも忘れずに気にかけておこう。とりあえず今回の依頼はこれで達成だ。帰りにセシル姉のところに寄ってもいいかもしれないな。お、そうすっか。おっと、他の部署からの連絡かしら。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。私よ、私、誰だかわかるかしら。ぼや、ミシェルさん、どうしたんですか？ああ。一発でわかるなんて、なかなか冴えてるじゃない？それとも、愛のなせる技かしら？いえ、ミシェルさん以外に該当者が思いつかなかっただけで、ひょっとして、そちらに伺ってるキーアのことですか？あの子、しずくちゃんを連れて公安区に遊びに行っちゃったわ。サイトだったかしら。あの警察犬が一緒だったから大丈夫だとは思うんだけど。ああ、サイトが一緒なら何の心配もいらないと思います。あら、やっぱり。話は聞いていたけど、彼すっごく貫禄があるわね。さすが伝説の神童と言われてるだけはあるじゃない。さすがに伝説の狼とは別物だとは思いますけど。あ、わざわざそのことを知らせてくれたんですか？こちらが本題なんだけど、実はアリオスがあなたたちと情報交換がしたいらしいのよ。夕方くらいに戻ってくるんだけど、なんとか時間が取れないかしら。夕方ですか？それだったら大丈夫かと。情報交換ということはやはり通商会議についてですか？それもあるけど、ヘイユエと赤い星座に関してね。わかりました。一通り用事を済ませたらそちらに伺います。ええ、待ってるわ。遊撃士協会のミシェルさんからみたいね。何かあったのかよ。いや、情報交換の申し出さ。로이드는미셸의용건을다른멤버에게설명했다。ヘイユエと赤い星座か。確かにアリオスのおっさんなら自治州外の情報にも詳しそうだな。渡りに船かもしれないね。それじゃあ今からクロスベル市に戻るのかい？いや、アリオスさんが戻ってくるのは夕方らしい。それまではこちらの用事を済ませていても大丈夫だろう。赤い星座の情報は一通り集められたけど、せっかく車があるからまだいろいろ回っても良さそうね。それでは用事を済ませたら東通りのギルドに行きましょう。